家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は夏野菜を獣害被害から守るための対策についてやっていきたいと思います。昨年はハクビシンかアライグマからトウモロコシを全滅させられました。次来ようといったタイミングで収穫を考えてたんですが、その間数日のうちに食べられてしまいました。今年は事前に予防策をして被害を最小限度にしたいと思いますので、これから対策をやっていきたいと思います。なお昨年も調べたんですが、ハクビシンやアライグマなどはむやみに捕殺はできませんので、被害に合わない対策を今回はやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは早速ですが、足跡がありますのでそれを見ていただきましょう。こちらにハクビシンかアライグマらしい足跡が点々とあります。奥の方までは行っておらず、この抜け道から入ってきているか、ここから住処に向かっている可能性があります。お隣の家は侵入経路をネットなどで塞いでおりますので、おそらくこの奥に向かっていると思います。この奥は川っぷちになります。ここにピタッと足跡が途切れておりますので、間違いなくここから侵入していると思います。もう一箇所怪しいのはこの辺です。隣の敷地の仕切りをこのように波板で仕切ってるんですが、この下の隙間から出入りしている可能性があります。その兆候にこの辺に足跡がついておりますので、こっからこう出入りしているのかなって予測します。これを見てください。イチゴも囲いをしてるんですが、このように一箇所支柱が折れ曲がった箇所があります。最近までこうなってなかったんですが、ここから侵入したのか、畝の中に足跡が点々としてこのようにイチゴを食べております。ということでイチゴはそこまで被害は出てないんですが、確実に侵入してきてこのように食べかすが点々とあります。足跡もこのようにあります。トウモロコシもいよいよ雄花が咲いてきてましたので、これは早めの対策をしないと緊急事態です。これからトウモロコシができますので、早めに対策をしていきます。ハクビシンやアライグマの生態は夜行性なので、日中に見つけたりすることは不可能です。対策としては家の屋根裏や家の床下、もしくは物置小屋の暗い場所に潜んでいる可能性があります。侵入経路を防いで被害を減らしていきましょう。日々侵入経路の近くに足跡等がないかをチェックしてみてください。では早速作業をしていきます。まずはトウモロコシです。今防虫ネットで風対策または獣害対策として一時的に防虫ネットを張っておりますが、こちらだけでは飛び越えたり防虫ネットを爪で破いて侵入する可能性がありますので、この上から獣害ネットを張っていきたいと思います。ではやっていきます。非常に頑丈なネットですので、ハクビシンやアライグマの爪でも破けづらいです。また下から侵入しないように下も細かく U ピンを張っていきます。まず周りを取り囲んでいきたいと思います。このように設置する作業は面倒かもしれませんが、やらないと崩壊することになりますので対策をしてみてください。このようなパッカーを使うと非常に簡単に対策をすることができますので、これがこの支柱に合うパッカーです。これで
挟むだけですので非常に簡単です。下も支柱を隙間なく立てておれば入ることはできないと思いますので、 U ピンで取り囲んでみてください。このように止めていきます。一度味を覚えてしまうと何度も餌場だと思って侵入してきますので、まず食べられないようにしましょう。これで完成です。これで1メートルの高さを飛び越えられない限り完璧にできました。これでダメだったらまた対策を考え直してやるしかないと思います。続いて侵入経路を塞いでいきたいと思います。侵入経路と思われる場所に壁沿いにネットを張っていきたいと思います。それではネットを張っていきます。下は侵入口として思われる場所を U ピンで閉じていきます。これでどうなるかをチェックしてみたいと思います。はい、完璧です。ということで対策をしてみましたが、今後も引き続きできそうな対策はこのようにやっていきたいと思います。今日は夏野菜の獣害対策をやってみました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。皆さんも対策やってみてください。